本日の日付は令和3年の、6月16日、水曜日の夜になります。時刻は23時30分になりました。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。予定時間は1時間です。このライブ配信はニコ生とツイキャスで同時配信しています。可能な限りコメントを拾いますので、気軽に書き込みの方よろしくお願いいたします。またアーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにもございますので、こちらの方もぜひご視聴とチャンネル登録の方をお願いいたします。今後は YouTube ライブと、それからオープンレック TV ライブをですね、予定しております。もうしばらくお待ちください。はい、香川県ゲーム条例をめぐり幸福追求権は、なるほどね、基本的人権には当たらないとの見解。なるほどね、そうなんですね、意外だね。ゲーム条例ね、当たるんですね、当たるよね。なんでしょうね、まあ、あのゲーム条例もね、中身よくは見てないんですけどね、って感じですよね。ゲーム条例というか、あれにすればいいのにね、パチンコとかのね。やっぱりね、パチンコはね、ちょっと中毒性があるしね、あれはやっぱりなくした方がいいなと思うんだけど、またなくすとでも今度いろいろ問題あるのかな。まあ、だってあれ、本当に、総連のね、朝鮮総連の、本当資金にしかなってないからね。ということでね、今日のお題はですね、友好常駐。いきなりゲップが上がってきた。友好常駐。ね。はい、友好常駐でございます。はい。炭酸飲みすぎですね、これ。はい。ちょっとね、炭酸水のね、これ強炭酸水なんでね、もうびっくりするほどきついですね。はい。って感じで、はい。やっていきたいと思います。あのね、脳を食い破る恐怖の寄生虫ってことでね、まあ、ここ数年はないんですね。ただ、最後がいつだったかな、これ。まあ、結構ね、全くゼロじゃないんですね。2010年とか16年とかかな、国内発祥はね。ただ、日本人が海外に行ってね、これを要するに、まあ、帰省して、来てきたりとかね、海外の日本人が発症したりとかってのありますね。ということでね、今日は友好常駐ということでね、やっていきたいと思います。これ、海外でもあるんですけど、ちょっと最近、これね、気をつけなきゃいけないのがね、ジビエの生肉ですね。ジビエがね、なんだかんだ言ってね、ちょっとブーム一時だったじゃないですか。で、まあ今後ね、またこうワクチンがこうね、浸透してって、まあ、人が動き出すと、またこういうブーム起きてくると思うんですね。どうしてもまあジビエっていうか、まあこう、まあ言ってみれば、まあジビエ動物ね、増えちゃってますからね。やっぱりこう、なんとかね、地元も起こしたいという、使いたい。まあね、ジビエ料理出したいっていうのがあるんでしょうね。ただまあこう加熱を十分にしてね、召し上がっていただくってことが非常に重要になってきますからね。これね、ジビエなんかにもね、友好常駐結構こうね、イノシシ多いんですよ、これね。でイノシシってまあこの友好常駐だけじゃなくて、まあいろんなのいるんですわ、寄生虫が。でまあね、そのほとんどがまあ十分な加熱をすればほぼ問題ないんですけどね。ただどうもなんかみんな加熱するの嫌いでね、なんかこう、ま、生で食べるの好きなのかな、なんだか知んないけどね。いやね、こう本当思いますよね。どうしてもこうみんなね、生食好きみたいなね、はい、って感じですね。もうね、加熱して食べよう、とにかく動物のね、お肉、まあ、加熱して食べようって感じですね。で、お魚は一回凍らせる、ね、冷凍でね、非常に必要ですからね。はい。まあ、これ別に、これに限ったことじゃないですけどね。はい。ってことで、はい。いきたいと思います。じゃ今日はね、この友好常駐、ね、友好です。
ピピ、有効、それじゃない、ね、柔道知らない人には 何言ってんだこいつって感じですね。はい、失礼しました。ということでね、いきたいと思います。はい、もうすっかり外してるよね。はい、有効常駐の特徴です。大きさがね、なんと体長が2メートルから3メートルにもなります。こんなものが体の中に入っていくんですね。まあ、成虫ですけど、それはね。はい。で、まあ、脳虫というのがいます。まあ、幼虫ですね、これのね。これが約8ミリから約4ミリ。体内に入ってくるのは言うまでもなくこちらでございます。これが、まあ、体の中でね、成長してしまうとですね、まあ、それこそですね、まあ、脳を食い破るというケースも出てくると。いうことが起きます。はい。で、まあね、近年はほとんどこの発症というのはないんです、国内ではね。ただ、まあ、ここちょっと来て、ジビエブームとかでね、まあ、だから、こう、ちょっと痺れたりとかね、まあ、そういうので、まあ、その脳に行く前にね、まあ、食い止めてるというか、やっぱ、数例は出てますね。だから、きちんとね、やはり、こう、予防策というのをね、しっかり、やっていただければなと思いますね。はい。うん。そうなんですよ。はい。そう。肉は怖いですよ。うん。肉の寄生虫はね、結構ね、舐めてる方多いですけど、まあ、いろいろあるんですよ。あと、その他に、こう、E 型肝炎とかもね。うん、だから肉のね、生はね、ほんと怖い。正直で、だから、まあ、そうだね。まあ、百歩譲って、だから、そうだな。でも馬刺しも危険だしな。まあ、何とも言えないね、危険だっていうのね。はい。どこから食い破っていくんだろうってことなんですけども、これね、一回筋肉に寄生するんですね。そうで、このね、寄生虫なんですけれども、まあ、筋肉、目とか脳とかいろんなところに行くんですけどね。で、まあ、これが2010年に確認されたときは、これちょっとね、推定でしかないんですが、あれですね、輸入キムチ。輸入キムチにね、入ってたんじゃないかなっていうふうに言われてます。我が国での発生状況で、やっぱり一番ね、こう、よろしくなかったのは、このね、これじゃないんだけどね、もう一個あるんだわ。我が国での発生状況として、まあ、1990年から2017年の間に、80例、感染経度の感染症研究所ね、感染症研究所での、まあ、診断例は15例です。で、まあ、報告されているんですけども、まあ、そのうち確認された69例中42例はでね、日本人です。で、まあ、推定感染地、海外でこれ感染してきてます。中国、東南アジア、インドです。で、いわゆる輸入感染症なんですが、海外渡航歴がなくて、国内感染と推定された日本人も14例あります。で、最近だと9年と10年だね、やっぱりね。有効常駐症と、それからね、有効脳虫症に、重複感染したってね。これですね、頭に行っちゃうケースね。を2例ってことです。だから、まあね、ゼロにはなんなってないかなって感じですね。はい。結構ね、だから、ね、馬刺しも鳥刺しも好きなのにってことですね。まあ、鳥刺しはね、食べようと思ってもね、全国では食べられませんからね、あれはね。そう、冷凍で締め上げるといいですよ。そうです、そうです。ね。はい。生肉食べる勇気ないです。あんな生臭そうなもの、美味しいのかな。まあね、確かにね。はい。で、まあ、その予防法ですよね。まあ、この場合、豚肉を例にしてます。ね。マイナス5度で4日間、マイナス15度で、3日間、マイナス24度では1日、冷凍すれば、脳虫、まあ要するにこれの、成虫じゃなくて幼虫みたいなものです。脳虫を死滅させることができます。まあマイナス24度っていうと、そうだな、家庭の冷蔵庫だとね、ちょっとそこまで下がらない可能性ありますね。ただ、業務用の冷蔵庫であれば、だいたいコンビニの冷蔵庫がマイナス30度ぐらいですね。
はい、だからちょっと家庭の冷蔵庫だとね、いいとこ15度なのかな、うん、だと3日間ぐらいです。で豚肉の、生あるいはね不完全な調理での、接触は避けましょうと。まあ、豚肉の生はもう言うまでもなくね、おそらく昔から小さい頃からね、ダメだダメだと言われてると思うんですね。はい。で、まあ、海外の流行地だとね、生水からもね、これ感染したりするんです。生野菜とかね、まあ、そういったものの、ね、飲食というのは避けるべきですね。あと、国内においてはそのジビエ肉の生食ですね。まあ、これをしちゃうとね、まあ、非常に感染をしやすいというのが、有効常駐というね、ものです。まあ別名ね、脳を食い破るですね、殺人寄生虫と言われてますけど、まあまあね、もう近年はないですけど、まあ、ちょっと食べ物で冒険しちゃうとね、これは結構あり得るのかなというところですね。どこかで聞いた話で、お腹痛くてお尻に違和感があって触ったら白いものが出てきて寄生虫だったって話あった。よくありますよ、うん、よくあります。はい。まあ一回ね、だから冷凍しているものであればほぼほぼ問題ないなってことがね、まあ今冷凍技術進歩してますから、必ずしもね生で鮮度の良いものってわけではなくて、一回冷凍しててね、その冷凍の方法も今非常にね、そのまあなんていうのかな、まあ、ハイテクな冷凍方法ありますからね、瞬間冷凍とかね、まあ、そういうので鮮度を落とさないっていうね、サイクル、感染サイクルこんな感じです。はい。牛レバー刺しが禁止になったとき、豚レバーを刺身にしたやからがいたですね。いや、いましたね。牛より豚の方が危ないよっていうね、死にたいのかって感じですよね。そのレバーに、この有効常駐はですね、まあ、ほぼ漏れなくいるんじゃないかなというぐらいですね。うん、というのはこの感染サイクル見ていただくと分かるんですけれども、もともとね、この豚とかイノシシがどこからこの有効常駐を、まあね、脳中ですけどね、持ってくるかというと、まあ、水とかそのこの豚とかイノシシの食べ物です。で、まあ、例えばね、それはどこから入ってくるかっていうと、まあ、持ってる、ね、例えば人であったりイノシシとかの、まあね、糞便ですね。糞便からこう水であるとか土中に混じって食物に汚染され、でそこからこうサイクルを築いてですね、こう循環していくわけですね。うん、要するにね、そう、虫の卵ですよね。うん、まあ、中卵が入っていってこうくる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 回るって感じです。はい。うん、そうですね。食品衛生法では食品として流通するようなものは、すべから加熱処理などされてますね。すべてね。はい。うん、論文のダメ出したっぷりで根拠の調べ直しとか大変です。そうですね。はい。やっぱ冷凍ですよね、来るのはね。冷凍されてれば問題ないです。はい。生牛、牛生レバーで、お魚で、集団食中毒、うん、ありましたね。で、死人出たやつで禁止になったんでしたっけ。うん、ね、牛生レバーはですね、もともとね、管理がね、難しいんですね。うん、すっごい慎重に管理しないと、巣が当たりますね。うん、で、やっぱそういうのが出てきてまして、もともとね、こう、危険な橋渡りみたいなとこあったんです。うん、だから、あったじゃないですか。生ハンバーグの話ね、あれにちょっと近いものがあります。うん、あれよりももっともっともっと危険な橋渡りなのね、牛生レバーね。はい。まあ、食べたい人いっぱいいるんですよね。でも牛生レバーってね、あ、ちょっと私は怖いですけどね。はい。美味しいらしいです。はい。フグでも食べさせておけばええと思うんです。フグの肝臓即死じゃん。即死だからね。うん、フグ、卵巣もやばいしね。フグはね、フグやばいっすよ。フグの神経毒、一撃ですからね。あれは本当危険ですよね。フグの調理師はやっぱね、別にこうね、免許があって、もうフグの内臓をさばいた内臓とかは、もう鍵の閉まるね、こう、まあね、缶にしっかりとこう保存してですね、まあ、そのままこう、専門の処理業者に出すというルールになってますんでね。非常に致死性の高い毒を持ってますね、フグはね。はい。
あ、フグ食べたことない、あ、食べたことない、あ、ね、食べたことないが2つ出てきましたけど、そうですね、あれはね、まあ、家で食べるよりも、まあ、外食で食べたりとかね、あとはあれですね、産地に行って、下関とかね、まあ、そういうところ行って食べた方が美味しいと思いますよはい、大学時代サバの解剖したけど内臓はアニサキスてんこ盛りでやばかった。サバはすごいですよね。サバさすがにあれを生で食べない理由がうなずけますよね。生で食べてはいけないサバね、うなずけます。あれはね、本当にあっという間ですもんね本当にサバはすごい早いらしいですね。でアニサキスの数が半端じゃないらしいですね、はい、焼肉行きたい、安い食べ放題行きたいな。あ、確かにね、いいですね、はい、そう、焼肉といえば下関、ね、あの下関はね、あの我が国の国内にいながらしてこうちょっと韓国っぽいね、焼肉が味わえるんですよ。やっぱりこう韓国とこうね、あの航路でつながってますからね。で非常にこう韓国からこう移住されている方とか在日の方も多い町なので、結構ね下関はね、あの衛生基準が結構その日本の高い衛生基準で、韓国料理が食べられるんで安全じゃないかなと思うんですけどね。そう、サバは焼きますよ、うん、あれは焼いて食べるもんですからね、まあもしくはしめさ、でもしめさばでもたまにね当たりますよね、しめさばね、はい、ね、そう、本当カンピロバクターには注意してくださいね。まあフグを差し出すくらいですからね、あ、まあね、まあ実際ね多いですよ、うん、あ、サバの味噌煮ね、サバ美味しいですよね、本当ね、まあ、国産のサバとねこうノルウェー産のサバってこう、まあ、同じ魚なんだけど別の魚みたいな感じがあるので、なんかこうね、あの油の類とかも全然違うし、ね、うん、タレだけで食べられる、あ、確かにね、うん、そう、チメサバたまに当たりますよ、うん、あれはねやっぱり今書いていただきましたけど、まあしめさばはね結構高確率でって言いますよね、うん、であとちょっと体調が悪いとねこうジマシンが出たりとかね、しめさばっていうのはねありますね、うん、やっぱりねこう、まあ、当たりやすい魚ではある、間違いないですよね、はい、土曜日にワクチン打つんですけど、接種直後にアナフィラキシー反応を見る時間って設けられてるんですか？ ありますよ。15分から30分は待機ですね、ルールでは。うん。で、実際にはね、その15分から30分より多く待機してもらってる会場がやっぱり多いみたいですね。うん。まあ、実際そのね、心配なところはありますから、うん、やはりね、まあ30分とかはだいたい行っていただくことが多いんじゃないですかね。うん。あ、胃潰瘍とかの原因になり得るピロリ菌、そうです、そうです。はい。そうですよ、うん。ピロリ菌はね、潰瘍の原因にもなりやすいですね。カンピロバクターピロリ。ね、押し寿司の魚はサバ？うん。サバはやっぱ押し寿司じゃないと、寿司は厳しいですね。うん、ただ他にもありますよ。マスの押し寿司とか、あとはね、まあ、船なんかも見たことありますかね。うん、一般的にはでもね、サバの押し寿司な、サバは、お寿司はサバじゃないと食べない、サバはお寿司ってか、押し寿司の要するに酢飯ですよね。締めサバじゃないと食べられないですね。はい。うん、そう、結構時間取りますよ。うん、サバ寿司だからね、サバ、そう、うん、そう、結構ね、駐車のね、うん、時間取りますよ、うん、待機時間ね、はい、やっぱね、万全期しますから、そこは、祖母が大好物です、サバ寿司、あ、ね、まあ、そうですよね、まあ、うん、好きな方多いですよ、私も好きですよ、光り物全体好きなんですね、はい、よく駅で売ってるよね。うん、そうみたいですね。関西はよく駅で売ってるんですよね。関東はね、あんまりその押し寿司がね、駅で売ってるってないんですよ。うん。関西は確かにほら、あるじゃないですか。例えば、なんだっけ。
柿の葉寿司のお寿司とか、結構そのお寿司の文化が関西多いですよね。だから関西ではよく売ってますね。ただ関東ではあんまり駅で売ってるっていうのはないですね。むしろ関西ファーストフードじゃないですか、お寿司。マスはサナダムシ、そうですね。はい。最近食べてないけど、サバ寿司好きな方です。あ、なるほどね。好きな方でね。はい。そう、柿の葉寿司。そうそうそう。柿の葉寿司ね。柿の葉寿司ってすごくね、理にかなってて、まあ、柿の葉にものすごい殺菌効果がありましてね。まあ、その葉っぱで包んでってものなんですけども。あれはね、まあ、なかなか理にかなってて。値段もね、お買い得なんですよね、あれね。私はほら、関西を、こう、旅行した時に、散々食べましたよ。東日本の味噌パン、関西の押し寿司ね。光物鉱物、そうです。そう、普通に売ってるのは、大阪の周りだからです。押し寿司がね。むしろ関東地方では、押し寿司って、まあ、本当にそれこそサバですよ。本当にサバ。サバぐらいじゃないかな。だって、まず見ないですよ。例えば、マスの、だってマスの押し寿司だ、富山ですよね。それから、船寿司ってどこだっけ？船のお寿司もありますよ。あれ関東かな？わかんないですけどね。まあ、ちなみに、船って言っても、ヘラブナはもう何やっても食べられませんからね。あれ美味しくないですからね。はい。あ、アジありましたね、関東はね。はい、アジだ。アジの押し寿司。ありました。はい、アジですね。そう。焼いて食べると美味しいって言われる柿の葉寿司ね、言われてますけどね。まあ、駅で買った時はさすがに焼けないですけどね。そう、マス寿司赤福。おお、そうですね。あ、マス寿司、あ、そっかそっか。あ、マスは赤福でもあるんだね。はい。お酢が効いていて美味しい。そうですね。ヤシが好きな兄貴サス。過去にアニサキス、兄貴サスとツイートして、大恥をまき散らしたらしい。でもね、いまだに出ますよ、私のエトックで。アニサキス、アニサ、あ、だから気づかないじゃないですか。アニサキスね。アニキサスと。パッと見た目区別つかないですよね。だからそのまま、やっぱ、今でもやりかねないですよ、あれ。船寿司は滋賀らしいです。あ、そうなんですね。滋賀ということはあれですか。琵琶湖ですかね。まあ、わかんないですけど。まあ、船の押し寿司はまあいけると思うんですけど、船そのものはそんなにね、美味しいかって言われるとどうって感じですけどね。だいぶね、はい。結構川魚はね、匂いと癖が強いですからね、ね、結構あります。はいはい。感染源はですね、まあ、生、あるいは、不完全調理の豚肉。まあ、あと、ここに、イノシシとかですよね。まあ、野生のイノシシはもう本当ダメですよ、ね。まあ、加熱したりとかね。あと、まあ、長期間の冷凍してから使うっていうふうにしないと。で、今ね、本当、いかんせんね、冷凍技術が本当に進歩してるんで、何でもね、一回冷凍した方がいいですよ。生で食べるよりも、その本当にだから冷凍技術が進歩しているので、中途半端ないわゆる輸送してきた生よりも、きっちりと冷凍してきたものの、いわゆる解凍したものの方が美味しいんで、今本当に冷凍技術がもうここもだからもう10年、20年で大進歩してるんで、考えられないぐらい進歩してますからね。はい。それから先ほどのね、魚卵に汚染された、食べ物水、輸入キムチが原因と思われる食レサキのですね、はい、それからジビエ肉で、ここにはですね、鹿肉と熊肉も含むということになっております。まあ、この季節中ね、発生頻度は今のところまあないんですけど、まあ、その手前でね、結構症状出てくるんで、フナね、確か県民省でフナやってた。馬刺し好きなのですが、やっぱ冷凍一回されてるやつの方がいいですよ。今は本当に、安全を取るのであれば、その生のものであっても一回こうね、冷凍してるのがいいです。本当にこれ間違いないです。できればお魚とかもね、馬刺しとか鶏刺しとかも本当ね、一回冷凍されてるものの方がいいです。
もう完全な生肉はね、結構、まあリスク高いかなって感じがしますね。はい。で、特に、まあ、その、いわゆる、なんていうのかな、きちんとこう、まあ食用でね、栽培されているものでも、まあリスクはね、まあカンピロバクターとか他のものもあるわけで、だからまあこのね、有効常駐だけじゃなくて、まあ、他のものもね、防ぐためにも、これはちょっとね、気をつけていただいた方がいいと思います。はい。レバーは苦味があってあまり好きじゃない。たまに少しだけ食べたくなるけど、あ、まあね。まあ、レバーはね、私好きなんですよ。ただし焼きますね。で、あのレバーの一番嫌いなのは調理してる時ですね。まあ、あれがもうなんかあれですよね。ああ、きつい。大丈夫、大丈夫。今日はアニサキスの話してませんからね。有効除虫の話です。ただまあ、発生頻度としては、まあ、このね、有効除虫の話をしてますけども、脳中症ね。脳中症は、まあ、結構ね、あったりするんですけどね。はい。0時お知らせします。ラスカル法ってことでね。はい。私は行きます。がっつりと。そうですね。はい。まあ、有効除虫も含めてね、加熱するってことと、まあ、冷凍するが一番ね、重要ですよ。よくね、鮮度って言いますけど、まあね、頭がこんなになっちゃうんだったらって考えたらね、まあ、ちょっとね、思いとどまっていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。はい。まあ、これはね、まあ、極端な例ですけども、まあ、最終的には死に至る前の状態が脳がこんな風になってる状態ですね。で、まあね、規制された状態を放置続けると、このように脳が穴だらけになってしまい、体の痙攣、失明、麻痺などの症状が出て、最終的には死に至ることになりますということ。まあ、こうなる前に、まあ、気づくはずなんですがね。はい。まあ、ちょっと体調がおかしいなと思ったら。まあ、このね、有効除虫は、いわゆるサラダムシの仲間なんです。サラダムシの仲間で、まあ、さっきもね、見ていただいた通りで、まあ、非常に体の中でですね、こう、脳虫が入ってきて、脳虫がですね、こう、成虫になってしまうとですね、まあ、非常にこう、巨大になってくるわけですね。ごめんなさいね。はい。まあね、なかなかこう、巨大になってくるわけですけれども、そう、記憶飛びまくりですね。はい。頭がゆい。そう、頭がおごめくんやろう。ね。はい。そう、ちょっとね、怖いんでね。だから、やはりね、まあ、今のこのね、ご時世ですから、本当に冷凍技術がね、ものすごくこう、せっかくですよ。本当、発達してますんで、撃退方法はね、まあ、これはそうなんだよね。まあ、ある程度、まあ、なんていうのかな、そんなにね、長生きはしないですね、この子たちね。ちゃんとこう、まあ、抗生剤でね、やっつけてあげればね。治療に関してはですね、まあ、駆虫剤というのがあります。で、これね、プラジカルテルというですね、まあ、飼料になります。で、まあ、それを使ってですね、まあ、駆虫していくわけです。で、まあ、いろいろね、こう、なんていうのかな、この進行状態ですよね。によってですね、まあいろんなこう方法が違うんですけども、まあただね、こう本当かなりね、こう進んでしまっているとですね、まあ例えばそのまあ組織に炎症を起こしたりとかしていることがあるので、まあその場合はステロイド使用したりとか、で脳規制に対してはですね、まあ痙攣の原因になったりとかやっぱりするんで、抗痙攣薬を使ったりとか、そういうふうなことをしてきますね。からまあこれはね本当に、なってしまうと大変だなっていうふうにね覚えていただければ、まあ、とにかく、加熱か冷凍ですね、これ非常に、重要でございます。はい。でまあね罹患する地域がこう、まあ、流行地っていうのがある程度出てくるんですね。だそういうところに行かれる場合ですね、さっきちょっとねお話しした、中国であるとか、アジアね、東南アジアの一部に行かれるときは、とにかくね、生で食べるというのを、まあ、あと水ですよね。結構水も気をつけないとね、これ、来ますんでね。
本当海外に行ったら水っていうのはすごい大事ですからね。はい。はい、あ、本当にこれバッグありがとうございます。放散炭鉱で始末やな。うん。まあそう、食い破れたやつにこいつに死なれたらたまらんな。はい。取り出しますけど、ただ、もう死んじゃってるものに関してはですね、まあ、何かを塞いだりとかしていなければ、取り出す必要がないってなります。ただまあ、だから、かといってね、まあ、この子たちと共生するのは嫌ですから、ただね、詰まっちゃう場合は、まあ、取り出しますけどね、外科的な摘出ね。で、まあね、まあ、本当にこれはね、大きく、大げ、大き、なんていうのかな、まあ、虫が増えないうちにね、まあ、きちんと CT とか MRI でね、診断することでね、まあ、ほぼ分かりますから、この子たちは。こんだけ長いですからね。でね、まあ、まあ、生肉とかね、まあ、まあ、本当に、例えばこの日本での、まあ、発症例ですよね。キムチのさっきの例があったと思うんですけど。で、これもですね、やはりこう、ずっと輸入キムチ食べ続けてたっていうのがあるんですね。で、まあ、これ以降ですね、まあ、かなり検査は厳しくなってるんですけども、一時的にね、検査が免除になってた時期があるんですよね。で、その時期がね、まあ、韓国産のキムチだったかな。一時期ね、ちょっとね、検査免除になってた時期があるんですよ。で、その時に結構ね、こう入ってきたんじゃないかな、なんてね、言われてますよね。はい。ウサギを食べる国もあるけども、うん、あるよ。我が国、昔食べてたよね。日本人見ると、やたら刺身を勧められるのが困る。そうなんだよね。海外に行くとね。おっかなくてしょうがないね、あれね。海外で食べる刺身は怖いです、正直言って。うん、あれはもうほんと怖い。だって、そんな冷凍技術だって、先進国だって怪しいのに、他国に行った時に刺身なんて、いや、食えない食えない。そう。はい。子供の頃、刺身とかお寿司とか、焼肉とか食べた後、めちゃくちゃお腹痛くなったな。吐いたとかもあったけど、病院連れてってもらえなかった。ああ、それはまずいね。差別にだ。差別じゃないんだけどね。免除やば。そう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 。サラダ蒸しダイエット。じゃないんだけどね。おそらく、まあ、寄生虫検査っていうものがあるんですね。輸入食品にね。特にその、まあ、キムチ、一応あれ、生鮮品なんですよ。漬物ですけど。で、まあそういったものはね、きちんと検査しているんですけどね、全数じゃないんでね、一応抜き取りなんですよ。だから、ね、完全とは言えないところありますね。最近、刺身を食べているので不安。昨日、近所のスーパーで、生肉扱っていませんかと書いて、生肉扱っていませんと書いていました。そうですね。はい。それはそうと思いますよね。確かに。最近でも、私もイトーヨーカドーとかで買い物に行くと、当店の刺身は、すべて一旦、冷凍しているものを提供していますというふうに書いてありますね、やっぱりね。おそらく、多いんでしょうね、質問もね。はい。あ、ピルリさん飼ってたみたい？あ、ちゃんとやっつけたけどって、そう、ちゃんとね、やっつければね、いいと思いますよ。まあ、再発ね、まあ、ほぼほぼ、ちゃんと一回、駆逐すれば大丈夫です。治療失敗することはありますけどね。だから、こう、ピルリの治療を始めて、まあ、一つ目の抗菌剤で失敗して、もう一回やるっていうのはありますけどね。違う抗菌剤でね。それで、なんていうのかな、除菌できてればほぼ大丈夫かなと思いますね。はい。ブリッとしたら、ひょっこり顔を覗かせるサナダムシ。プリッとしたらね、ひょっこり顔を覗かせるサナダムシ。そうですね。普通にお尻から出ますからね。あの子たち。ちょっとこうね、ヒュッと出てきたりとかするんですね。はい。まあ、ただ、冷凍もほぼ最近のね、そうだね、スーパーで、まあ、いわゆる、スーパーマーケット流通してるものは冷凍だと思うんですけどね。あ、サナダムシはね、この常駐の仲間なんですね。いわゆる、こう、なんていうのかな。こう、常駐ってこういう形状の虫のことを言うんですけれども。
で、まあ、サナダムシはですね、こうなんていうのかな、まあ常駐だけど、まあね、正式名称がね、サナダムシはね、日本海、列島甲虫っていう名前なんですね。うん、だからちょっと口の形が違ったりするんでね、そういう名前変えてるんですけど、仲間としては常駐の形。はい。駆逐してやる進撃の巨人よりってことでね。うん、まあ、本当に今、冷凍技術がすごく良いので、まあ、本当すごいですからね。ちょっと冷凍技術調べていただくと感動すると思いますよ、皆さんね。うん。一回こう、例えば何かね、こう肉とかさばくじゃないですか。うん、低温でまあこうさばいて、それを一回こう、さばいた状態でこう冷凍するんですね、出荷する前に。藤田先生飼われてましたね、サナダムシね、ご自身の体でね。ね、いらっしゃいましたね、そういう方ね。ただあんまりおすすめしないですよ。女優さんでもね、いらっしゃったみたいですけどね、過去にね。あと、ハリウッド女優さんでしたっけ。まあ、太らないためにサナダムシを体に飼われてた方いますけど、あんまりおすすめしないですね。というか、もう、強くおすすめしないですね。うん。低温調理ってそのためもありますね。ただ、低温調理は、温度を高くしちゃうと、今度別のね、痛みとか発生しますからね。低温調理っていうのは本当はね、良いことなんですよね。どうしてもすぐ食べるものであれば、すぐその場で食べるものであればまだいいんですが、例えばだから、そうだな、例えばそのほら、お昼とかこう、職場とかでこう取られてる方いませんかね。お弁当給食みたいなね、ああいう場合だったら、まあ、お昼に食べてしまうんで、ほぼほぼ問題ないんですけれど、ただ、あれもやっぱり、こう、時間が経ってしまうと、ちょっとまずいかなっていうのはありますよ。はい。だから、調理するときは、なるべく温度を低くしてって言われますね。はい。シベリア料理。シベリアやアラスカなら、いつでも新鮮料理で安全や。温度が低いってことですかね。またちょっと違う気がするんだよね。室内だって室内は温度高いでしょ。ね、それがちょっと気になるところですけどね。まあ、お外に出しておけば普通に凍りますけどね。ただアラスカも夏はそれなりに温度上がりますからね。10度ぐらいとか、暖かい日で20度ぐらいまで上がりますからね、アラスカはね。シベリアはちょっとわかんないですけどね。でもシベリア鉄道乗った時でも夏だ、結構ヒヤッとしましたね、そういえばね。はい。海洋になってピロリ飼っているのに、知ったけど、退治してから一度も再発せずに10年経ったよ。ああね、海洋になったのは16歳だった。おー、いいですね、いいですね。でも良かったですね、その若い時気づけてね。結構だから、まあ、ある程度こうね、年がいってから、まあ、だからね、まあ、25とか30ぐらいになってピロリがいること気づいて、それから除菌ってなるとね、もうそれまでに結構胃の粘膜痛めまくってますからね。まあ、例えばその潰瘍を繰り返してとかね、まあ、そういうのがよくありますからね。まあ、よかったんじゃないですかね、だいぶね。と思います。はい。そうです。サンマの刺身は冷凍するのだと。本当その通りです。はい。まあね、私もね、こう、まあ、そうだな。あれはいつだったかな。高校の時かな。まあ、高校の時は、そうだね。そうだ。あれは、そうだ、高校の時だね。あれはね、あの時にですね、まあ、父が、どこでしたっけ、栗浜かなんかでね、買ってきた魚を生のまま一生懸命持ってきて、こう、まあ、刺身をさばいてたりしたんですけど、なんて怖いことしてたんだってなりますけどね。まあ、ただ昔はね、その新鮮なものっていう風にやってましたけど、今は本当に冷凍技術が進歩しているんで、生がいいっていう発想はちょっとこう捨て去った方がいいかもしれないですね。一旦冷凍されているものでそれをやっぱりお刺身でいただく。だからサンマもね、焼くのであれば本当は生サンマ OK なんですよ。焼くんであれば生サンマ OK なんですけど、刺身としてさばくのであれば一旦冷凍したやつの方が良いかな。
って感じです。はい。ってところですね。うん。はい。でも一度海洋になってるから定期的に胃カメラ飲んでます。ああ、うん、その方がいいと思います。海洋治ってももともと胃腸が弱いっぽいんです。あ、結構そのね、ピロリを、まあピロリがいてね、そのまあ、胃でこうね悪さをしてる、まあのと、あとそれにまあね釣られて、こうもともとこう、腸管の方のね、まあ、腸管とほら、こうね、あの微生物だらけですよね、いろいろ。うん、で、そのバランスがね、こうどうしても、悪くてとか、まあそういうので、こう、お腹は、私もそうなんですけど、お腹をよく壊しやすいとかね、あるケースもありますし、まあいろんなね、のがありますからね、お腹壊しやすいっていうのはね、はい、と思います。というとこですよね。まあ今日はね、まあそんなことでね、この、友好常駐の話をねしてったわけですけれども、うん、まああと最後にね、まあ、こうやって見ると可愛いんですけどね、イノシシもね、まあ、普通にイノシシさんも可愛いんですが、まあね、まあ食べた時のね、寄生虫には本当要注意と、まあね、友好常駐だけじゃないよってことなんでね。はい。あ、シベリアでしか食べられない料理で珍しい9つの一つに鹿肉。あ、そうか。鹿肉食べますもんね、普通にね。得体の知れないものを食べたら鹿肉だったってのありますからね。うん、そう、ダニも危険です。おっしゃる通り、ダニも危険なんですよ。はい。ダニ相当危険ですよ。イノシシとかね。もうほんと野生のダニね、要するに、なんていうのかな、もうほんとやばいですからね、マダニとかね、こう、もう食われたり刺された日にはもうね、こう、下手すれば死んでしまうから、死んでしまいますからね。イノスケは食べてはダメなのね。生はダメです。生はダメです。はい。食べる際はイノシシは、必ず加熱か冷凍。加熱か冷凍。ただもうイノシシの肉に関しては、もう本当にいろんな寄生虫がいすぎるので、まあ、加熱おすすめですね。しっかり焼くおすすめ。そう、美味しいんですよ。臭みはありますけどね。そう。あ、そうそう、FFTS ね。はい。重症血小板、現象、なんだっけ、忘れちゃったダメだよ最近ね。はい。刺身って食べない方がいいんでしょうか。いえいえ、もうぜひ美味しく召し上がってください。一回冷凍されてる柵であればもう全然問題ないですよ。はい。羊はね、まあほぼ冷凍物しか出回らないんで大丈夫ですよ。羊の、まあ、生の羊ってもうほぼいない、出回らないと思いますよ。一回冷凍されてるんで問題ないと思います。はい。めちゃくちゃ、これでもかーってぐらい焼けと言われたので、これでもかーと焼きました。そう。それね、すごく大事なことですよ。焼いて食べるイノシシ。イノシシは焼いて食べよう。イノシシ美味しいんだけど焼いて食べよう。焼いて食べよう。焼いて食べようってね。そもそも肉って焼くもんですからね、生で食べるもんじゃないですからね、もうリスク高すぎですから、ね、それこそギャートルズの時代だって焼いてたわけですからね、あの時代だって火を起こして焼いてたわけですから、ギャートルズって分かりますかね、まあ、石器時代っぽいんですけどね、漫画なんでよく分かりませんけどね。だからもうね、加熱して焼くってすごい大事ですよ。はい。ということでね、まあ結構ね、この寄生虫のお話をやるとですね、ユッケとかはやばかったのか。ユッケがね、はい、正直言っておすすめしないです。ただユッケのお肉も最近こう冷凍で流通してるんですよ。だそういうのは大丈夫なんですけどね。で完全なこのいわゆるもう生で流通してきてるのはちょっとブブーかな。
本当に最近もだから、その、なんていうのかな、生と見分けがつかないぐらいの技術で冷凍物が流通してるんですよ。うん。だからもうね、すごいですよ。うん。はい。切り身をよく買ってます。この間初めてアトランティックサーモンの柵を買って刺身にしました。おお。あ、いいですね。美味しそうですね。うん。生で食べていいっていう、いわゆるサーモン、ね、は、ほぼ養殖ですんで、まあ、念のため冷凍はしているはずですが、飼育段階で、育ててる段階で寄生虫つかないように、まあ、かなり工夫してますね。うん、なんで寄生虫つくかっていうのね、うん、ありますからね。はい。要は、海とか川に出てくから寄生虫がつくわけでね。うん。はい。です。ってとこですね。ということでね。はい。家で焼肉できないから、家で焼肉できないから、フライパンで焼いて、皿にてんこ盛りにして食べます。今度また買おうかな。うん。いいと思います。はい。東芝も瞬間冷凍とか宣伝してますもんね。そうなんですよ。家庭用の冷蔵庫であれだけの技術ってすごいんですよ。うん、かつてはなかったんですよ、あんなの本当に。うん、あんな習慣冷凍とか家庭用になんてまずありえなかったし、今もうね、まずその瞬間冷凍する機械がものすごくね、値段が下がってきたんですよ。うん、ただもっとね、こういい冷凍をする機会になるとやっぱり高いんですよ。要するに瞬間でこうバーって凍らしちゃう、ね、うん、っていうのは高いんですけども、ただそうは言ってもやっぱり冷蔵技術の冷凍技術の進歩ってすごいですよ。うん、おそらくだからその進化した冷凍技術がなかったら、まあ、多分今回のワクチンもなかったんじゃないですかね。うん、そう、正確化してます。うん、保存するやつとかね、あとその瞬間冷凍、まあその速度はね、家庭用のやつは瞬間って言ってもやっぱ遅めとは言われてますけど、それでも早いですよ。うん、どうしても電力がね、家庭用だと100ボルトじゃないですか。で、工業用だと200ボルトとかなんで全然違うんでね、電圧がね、電力電圧が違う。うん、はい。スーパーからの帰り道に溶けたアイスもすぐ食べられる。あ、大丈夫ですよ。はい、全然。瞬間冷凍ですか？ちょっとわかんないですね、それはね。はい。価格はかなり、装置が高かったですからね、瞬間冷凍もね、そもそもね。三菱ぐらいしか見たことなかったですもん、だって。うん、あ、冷凍ね。うん、川魚で思い出しました。職場の昼食で、マスを使って料理を食べました。マスは絶対食べないって思いました。うん、川魚はね、多分ダイレクトでいっちゃうと美味しくないと思いますよ。独特の臭みがあるじゃないですか。だからこうかなり調理法を工夫しないと、いきなりいっちゃうとあれはと思いますね。うん、鯉とか嫌いじゃないんですけど、やっぱりこう洗いね、鯉の洗いとか残念なの食べちゃうとやっぱり残念ですもんね。はい、って感じですかね。まあでも最近もう何年も食べてないですね、鯉の洗いって。何年も食べてないですね。ということで、はい、なんか舞台の獅子がずっとこうね、出てるとなんとなくこう、うん、こんな可愛いのになと思っちゃったりしますよね。なんてことでね、まあちょっと衝撃的なのをね出しておきましょうか。はい。まあ本当にね、生をね、まあただこの寄生虫は実は本当比較的稀な方なんですよ。ただこれ要するになんていうのかな、やばい寄生虫って中では多分ランクイン入ってくると思うんですよね。以前お話しした餓食捕虫と同じぐらい、まあでもこれもまだでもあれか、治療薬があるけれから、まあその分違うのかな。餓食捕虫とか治療薬ないですからね、あれね。まあもう有効な治療法がないんですよ、生態不明でね、餓食捕虫ね。まあやっぱあります。はい、うん、はい。昔小学校の時、海魚の釣り上げやったやつを一切、一切れ食べたけど、あれ今思うと危なかったんだな。うん、今となればね、そうですね。私も普通に食べてましたよ、イシダイとかつって普通に食べてましたよ。うん、刺身とかにして普通に食べてました
はい、まあ、だからね、おそらく一昔前は普通にやってたことなんですよ、あの生で食べるっていうのは。ただ今となってはね、こういう寄生虫のこととかがいろいろ分かってきてますから、まあ本当にね、冷凍したりとか加熱したりすることはすごい大事です、今はね。はい、はい、村方ボラさんこんばんは。はい、あ、松山君50、ありがとうございます、恐れ入ります、ありがとうございます。はい、という感じで、まあこの子たちはね、非常に、あ、毎月これありがとうございます、恐れ入ります。はい、ね、食い荒らされたのということでね、まあこの寄生虫はね、本当放置しなければ大丈夫です。うん、あの脳中症って状態で、まあ、大きくならなければね、体の中で、診断して、あの体の中のね、いわゆるもうね、その、虫の駆逐を始めれば大丈夫ですからね。はい。うん、たまに川で釣りしてるおっちゃん、川魚食べるのかな。まあ川魚ってほとんど焼いた方が美味しいと思うんですよ、塩焼きとかね。だから、まあ、川魚生で食べるっていう、まあ食べられるんですけどね。うん、いや刺身はね別に怖くないですよ今、大丈夫ですよ、そんな、あの別に私脅かすわけじゃなく、脅かすわけじゃない、あの全然ね、あの問題ないですよ、今スーパーで流通しているものはほぼほぼ、うん、冷凍一回されてるんで、うん、で輸送段階でね冷凍せざるを得ないんですよね今のってね、ただその冷凍技術が進歩したことで、メリットっていうのがいくつかあるんですよ、その複雑な、そうそう、スーパーの刺身は大丈夫です、うん、あの複雑な流通経路ってね今結構たどるじゃないですか、だから以前は本当にいかに早く店頭にっていう感じだったんですよ、今はあんまりそのお刺身に関してはそれを考えないですよね、うん、あのいち早く店頭にって考えるのはおそらくサンマーとかあの秋のサンマーとか、うん、あれちょっと色悪くなりますからね、ただサンマも基本生サンマ焼くですよ、やっぱり今ね、で刺身用のサンマって一回冷凍してるってこと多いですよね、うん、そうスーパーはねもう刺身一回凍らせてます、うん、本当事故起きてからじゃまずいっていうのがスーパーはあるんで、すごい気をつけてますよスーパーマーケットは、もうほとんどの場合 でさっきも言いましたけど、その瞬間冷凍の技術が本当にもうこう良くなってって、しかもそのね、ミドルクラスのその瞬間冷凍の機械が安くなってますからね、はい、うん、そう、マグロとかサーモンとかね、いいですよね。実際ね、美味しいですよね。はい。ということで、57分20秒になりましたんでね、そろそろね、終了したいと思います。はい。今日のラスカル氏、キツネ君と何かの番組見てるんでしょうか？もしかして今日の健康？何か見てますね。はい、うん。見てますね。総合診療って見てますね。はい。はい、ってことでね、本日もドクターラスカル2330ライブ配信をお送りしました。YouTube でお聞きの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。ニコ生、ツイキャス、オープンレックでお聞きの方は、フォローやチャンネル登録もお願いします。本日も夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください。夜勤当直、今現在お仕事勤務中の方は朝まで長いですけど安全第一で頑張りましょう。ということで、ね、はい、おおおお、タオル来てる、はい。まあ今日ですね、ここに今ちょっと至るまでの間にですね、ちょっとこうお酢を割って飲もうかなと思ってきたんですけど、いちご味とですねザクロ味を混ぜてしまってですね、なんか奇妙な味のお酢が出来上がっちゃったんですね、これね。何飲んでんだかよくわからないっていう。うわぁ、うん。いくらが少しだけで高い。いくらはいくらなんてね。はい。食べたいなって、そうですね。はい。お酢です。お酢を引く。お酢を押す。押して引く。引いて押す。押す。押す。そこ押す。みたいなね。はい。面白くなかったですね。はい。もう。ああ。まあね、本当に。これだけじゃないんでね、寄生虫本当、あの特にこれからの季節って増えちゃったりするんで、うん、本当にあの買ってきてからの保管とか気をつけましょうね。本当に食中毒起きやすいですし、うん、特に食、作った後のね、
五感とかで、今度そこではまた今度別のね、食中毒の原因が起きたりとかするんだよね。はい。イクラは 100g 1800円。高っ。やっぱ高いっすね。イクラね。はい。ですね。はい。ね、お酢は引く。お酢を引く。引く。まだやるか、お前ってね。はい。はい、ということで、お疲れ様でした。おやすみなさーい。